こんにちは、りゅういでです。えっ、ー、と、今日は早速ですが、42走行対局券の22番と23番の動作を説明させていただきます。まず、22番の動作は、双風灌耳と言います。次、23番の動作は、左分角と言います。 二つの動作とも連続してますので、連続で説明させていただきます。まずは動作だけを見てください。正面から。21番の動作を終わったところから見てください。 はい。この動作は22番と23番の動作です。今から具体的に説明させていただきますので、まず上半身だけの動作を見てください。えっ、ー、と、正面から21番、右分卿の動作を終わったら、まず手、左手は前と右手を集合。 河掌と言います。河掌はい。ペのひらは上向きになります。はい。上向きになって、次、おろして、このおろすときに、正面から見ると、脇を締めないように気をつけてください。はい。こういう形にして、次、 股関節ぐらい近づいてたら、グー、パーからグーの変化をしながら、円を描いて、双方ワンアの上半身の動作ですね。はい。このグーの高さなんですが、双方ワンフア,アで耳で描いてるから、皆さんは多分あ、耳ぐらいの高さと思ってますよね。違います。 顎ぐらいの高さで十分です。なぜかというと、高くしてしまうと、肩の方を高くなってしまうので、全然追徴っていう動作がなくなってしまいます。はい。顎ぐらいの高さで十分です。肘も斜め下になってます。次、上から見ると、円がありますね。円。はい。次、 開いて、グーから、緩めて、パーにして、開いて、はい。左の足を分じゃあ、あますので、左手は、外、右手は、中にして、次、開きます。はい。もう一回、双方灌耳の動作、上半身の動作をしますので、見てください。まず、合掌 次、下ろします。股関節の横からグーで回しながら、あごぐらいの高さで十分です。次、開いて、左手は外。胸あたりに集合、十字手みたいな動作から、もう一回開きます。はい。 この動作は上半身の動作です。次、下半身の動作を説明させていただきます。右分じゃ終わったら、まず、膝を曲げます。曲げで、次、低くするために、えっ、ー、と、低く前、あの、足のかかとを出すためには、まず、左の膝を曲げないといけないです。 負けながら、負けながら、両手を、ふーちゃん、両手を合わせて、手のひらを上になってます。次、かかとを出しながら、両手を下へ下ろして、はい、股関節ぐらい近づいたら、グーしながら、前を重心します。 はい、次、重心左、重心左移動して、ワイバイ、つま先は、外へ回しながら、パー、両手はパーしながら開いて、はい、低くするために、まず、膝を曲げて、立ちます、ドリの動作。次、開きながら、左足を上げます。 その時の力、足の甲を力で上げます。はい。ンジ鈍角の時と違って、鈍角はつま先下から曲げて、足の底を力で蹴るっていう感じですね。この分角っていう力は足の甲の方を力を入れます。はい。もう一回方向を違って、 やりますので見てください。はい、次 ええと、こっちの方面から、皆さん、私のお尻、今日の服装は、服は、お尻の出てるか出てないか、一番わかりやすいので、チェックしてください。 はい。この動作ですね。やっぱり、あの、前と同じ、えっ、ー、と、20番と21番の連続の時と同じバランスを崩れやすいので、ここでコツを説明させていただきます。コツは、指先の、足の指先の腹をタゴみたいに吸盤で掴んでます。 次、曲げて、膝をまず左、膝をまず曲げて、右足のかかとを前一歩一歩に踏みます。で、次、ゴンブからワイバーにして、はい、いきなりに左足を前に行きながら立ったら、やりにくいんです。まだ、この、 同じ高さで引き上げる、寄せる、引き寄せる。次を立って、左の足を上げます。はい、もう一回、正面から見てください。まず、膝を曲げます。次、左膝を曲げます。はい、一方。 次、パーにして、開きます。はい。これで、えっ、ー、と、双方肝耳と左分胸の説明です。皆さん、結構ね、この動作はバランスを取りにくいので、まあ、大転筋、筋肉と柔軟性足上げれるかどうかね。 柔軟性が必要なので、まあ、ゆっくり家で、段階で練習して、もしわからんかったら、YouTube のコメントに入れて、私できるだけは皆様質問を答えさせていただきます。ぜひ、ご登録よろしくお願いします。また、バイバイ